はい、どうも皆さんこんばんは、マッスルでございます。今回ね、ちょっとね、紹介しようかどうかはちょっと迷ったんですが、まあこれはね、この地下にね、キャンプを設営していくという方法なんですが、これはね、若干ちょっと、まあ、バグを利用する形になるのかなと、おそらくね、まあ、なので、自己責任プラス、やるのであれば、プライベートサーバーでね、やるっていうのを、ぜひ強く推奨したいと思います。はい、ではね、早速ちょっとやり方をね、説明していきたいと思います。まず、土台をね、一つ置いてください。で、次にこの土台の上にね、このマットを置きますね。で、マットの上に楽器を置きます。で、楽器の中でもね、このベースですね、ベースを置きます。ここでいいかな、ここに置きます。で、そして、次にするのが階段、はしごですね。これを、ここに設置します。うん。でから、このマットを、2段目までしか乗せれないので、2段目に置きますね、こうやって。うん。で、この時にね、これ実は先に言っておきますけど、これ失敗例なんですよ。まあ、どういうふうに失敗するかというと、この時点で、そうそう、言うの忘れてた。この土台はね、目いっぱい高くしてください。目いっぱい高く。で、このはしごを動かします。で、これをこのはしごの下、ここですね、土台の下につけます。ちょっとこのミュータント言いますけど、無視しておいてください。そして、このベースにアクセスするんですよね。先ほど僕、これ失敗してる状態って言いましたけど、何が失敗かというと、これここにアクセスするとね、地面に埋まった状態でね、アクセスするんですよね。で、これ解除した時に向きなんですよね、こう落ちてしまうんですよ、これ。そうすると、まあ死んでしまうと。ああ、ちょっと僕救命発動しましたからあれですけど。なので、この、ベースのね、向きが問題なんですよ。うん。まあ、なので、一旦ちょっと下ろして、ベースの向きを調整したいと思います。このね、ベースをひっくり返して、要はその反対側からアクセスするような感じですね。これで OK です。だから正面から見て、ちょっとベースがね、裏向きになるような感じでやります。で、これね、一つ、もう一つ重要なのが、はしごが内向きに設置されてる場合は、これは、階段に乗せることはできません。ですが、この階段をしっかり外向きに設置されている場合に、このマットを乗せることができるんですよね。はい、乗せることができます。はい、この土台がマックス高さがないと、これ完全にベースが下に埋まってしまうので、マックス高くするのが重要ですね。で、これを持ち上げて、こうですね。そうすると上にちょびっと出ますんで、はい、ここまで来たら、次に床を張っていきますね。床ですね、マウスホイールで調整しながらスナップさせていきます。まあ、これ PC なんでマウスホイールですけど、このちょっとね、移動できない時、あ、いけたね。 OK、 これでいいですね。で、続けて床を張っていきます。まあ、ここまで来るとね、まあ、あとは、さらに下の方に伸ばしていって、
エリアを広げていくというような感じですね。まあこれはね、先ほども言ったみたいに、ちょっとねこれ普通のサーバーで、ね、一般サーバーですると他のプレイヤーの方にちょっとどういう迷惑をかけてしまうのかちょっとわからないんで、何が起きるかねちょっとわからないんで、もしね、試したいという方は、ちょっと繰り返しになりますけども、自己責任プラス、必ずね、プライベートサーバーで、行うように、してください。それだけね、ちょっとお伝えしておきます。まあでもね結構面白いですよね。まあ自分も昔ちょっとやったことあったんですけども、まあ、その時はねちょっとあまりうまくいかなくって、で一回ちょっとまたやってみるとね、うまいことできましたので、今回ねちょっと紹介させてもらいました。まあ、結構ねこれ海外のね、動画でも結構上げられてますねこれは。うん、まあ、海外の人はね普通のサーバーでやってる人もなんかいっぱいいるみたいなんですけども、はい、まあこんな感じですね。まああとは、ご自由に、建築していっていいかなと思います。これ落ちるとねもちろん死んでしまいますんで、はい、こんな感じでございます。はい、ではね今回も動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。